次に小池晃君の質疑を行います小池晃君え日本共産党の小池晃です加計学園の問題伺います総理の意向という文書が明らかになって以来ちょうど一月ですでその後別にまあ他の内部文書次々明らかになりましたしかし総理も官房長官も解文書だあるいは印象操作だと言ってまともに取り合おうとしませんでした そして国会閉会直前になって、ようやく開文書でも何でもない、文科省の中で大臣も含めた説明のために使われていた文書だということが明らかになったわけであります。松野大臣は昨日の記者会見で、大変申し訳ないとおっしゃった、総理には反省はないんですか、国民に対してこれは明確に謝罪が必要だと思いますが、いかがですか。安倍内閣総理大臣 こ獣医、ねえーまあ、学部の新設についてはです、ね、特区の指定、えー、規制改革項目の追加、えー、事業者の選定の、まあ、いずれのプロセスも関係法令に基づき、えー、適切に実施をしています。獣医学部の設置に関する文科省、農水省、内閣府の三大臣合意文書もあり、政府全体として決定しています。このことをまず申し上げたいと思います。えー、規制改革には抵抗勢力が必ず存在をします。 岩盤のように硬い姿勢に挑戦すればするほど得権益を握る勢力の激しい抵抗は避けられないわけでありましてそのプロセスの中で市長と市長がぶつかり合うのは当然であります調整の中でいろいろなやり取りがあることは当然だろうと思います、まあ、重要なことはこうした事務当局間のやり取りを経て、まあ、最終的に政府全体で決定したことでありますそしてその間民間議員の意見なども踏まえて 決定に至ったものでありますただ、この間、文書の問題をめぐって、対応に時間がかかったことについては、率直に反省したいと考えております小池晃君時間がかかったことじゃないでしょうが、怪文書だ、印象操作だと否定し続けたじゃないですか、そのことについて国民に謝罪を率直にすべきではないかと言ってるんで。 まあこの間ですね、時間がかかったこと、そしてこの対応について、さまざまなご批判があることについては、私も総理として真摯に受け止めたいと、このように思っております小池晃君。ついに謝罪ということを言わないんですね、これ、私はね、明確に国民に謝罪すべきですよ、この経過は。先ほどから問題になっている国家戦略特区会議での決定に至る文書の修正について聞きます。 私はこれ、5月22日の決算委員会でもお示しをして、当初は広域的にとか、限りとかいう言葉はなかったという文書を示しました。で、それがですね、結局最後に手書きで、ここにあるように広域的に存在しない地域に限りということが書き込まれた。で、これは文部科学省の共有ファイルに、共有フォルダに保存されていたわけですね。で広域的に 存在しない地域に限りという言葉が入ったことによって、当時、獣医学部の新設を希望していた京都産業大学が、事実上振るい落とされ、そして加計学園にしか認められなくなったわけです。そしてこの書き込みは、先ほど藤原審議官は、これ、自分で書いたということを認めているわけです。そしてもう1枚、11月1日のメールで、これは内閣府から文科省に。 送られたメールには、手書き部分で直すよう指示がありました、指示は藤原審議官いわく官邸の萩生田副長官からあったようですで。先ほど副長官は、修正の指示は出していないと答弁しましたけれども、であなたはね、この件について、いかなる発言もしていないと断言できますか。萩生田官官房長官 あの先ほどもご答弁申し上げましたけど、このもともとの原文の文章について、私、やり取りした場に、同席したこと、一度もございません小池晃君。今のはね、ごまかしなんですよ。私は同席したのかと聞いてるんじゃないんですで。同席はしてないでしょう、多分これは事務方の話し合いですから。で、ここに官邸の副萩生田副長官から指示があったというふうに書いてあるわけです。だ やはりこの問題でね、あのこういうふうに広域的に限定するというような趣旨のことを言っていないんですかとそういったことは一切これにかかわってこの国家戦力特化会議の十一月九日の決定にかかわってあなたは一切の発言をしてないんですか萩生田副長官決定にかかわって私が支持したことはございません小池晃君なんかねこうね 前置きがつくんですよね、それは決定はね、国家戦略特区会議だから、最後の瞬間かもしれないけど、その過程の中でこういうやり取りがあったんではないかということはね、これ、十分考えられるで、ところがね、先ほど山本大臣、とんでもない発言をしたんですよ、でこのメールを出したのは、このメールを出したのは、文科省からの出向者なんだと、あのね、出向者であったとしても、あなたの部下でしょう。 山本大臣は、あなたはこれは文科省の出向者が書いたものだと言うけれども、そのあなたの部下ですよ、そのあなたの部下が、これ、じゃあ、ね造したメールだとおっしゃるんですか山本地方創生担当大臣。あのその文書等について、私ども今回、調査したわけでありますが、本メールを送付した職,人職員本人に記載内容の審議を確認したところ、 えー、藤原審議官から直接この旨を聞いたことはなく、事実確認も不十分なまま連絡をしたとの報告がありました。えーまあ、いずれにせよです、ね、獣医師養成大学等のない地域において、新設を可能とする判断は、すでに私が各方面の意見を踏まえて、10月28日に下しておりまして、関係省庁に配布された件案にも含まれていること、その後の文弁の最終調整においても、私が11月1日に判断したところでありまして。 えこういうことから時系列的にもえ萩生田副,副長官が指示があったことは考えられないとございます小池晃君。もうでも本当にひどいと思いますよね、あのね、森友学園のときもね、私はここでやったけども、首相好きのね職員が勝手にやったことだと、菅官房長官、この場で答えた、で今回もまたね、内閣府の職員が勝手に作ったメールなんだと、これ違うんだと、間違ってるんだと、そんな卑劣な言い逃れが,が通用すると思うのかと。 で山本大臣は先ほど、官邸でのぶら下がりで、こう言ってるんですよ、萩生田氏からの指示というメールを書いた人に聞いたところ、家内でいろいろ飛び交っているような話を聞いて、確認しないままにそういうことを書いたと、なんで萩生田さんの名前が家内で飛び交うんですか、国家戦略会議と何の関係もない人の名前がね、なんで家内に飛び交うんですか、おかしいじゃないですか。山本国務大臣 あのそういう、いろいろな文章を直していきます、そういうときに、必要なときには適宜、副長官にもご報告します、そういう際に、副長官からなんらかの修正とかそういうことは一切ありません、分かったというようなことで、適宜連絡を取りながらやるわけであります小池晃君。何言ってるか全く聞こえないんですけど、ちょっとねまあね。 全く私はね、語るに落ちたという話だと思いますよ、これ、だって萩生田さんの名前がね、かなり飛び交ってるから、要するにですよ、これは官邸の意向なんだ、官邸の意向なんだということが、ですねこの決定過程の中で、内閣府の中で飛び交ってたということを語ってることになるじゃないですか、そういうことなんです、これは。あなたの、ね、言ってることはそういうことなの、文科大臣にお聞きをしたいと思いますが、このメールをね、内閣府はまるで、 文科省のの内通通者が通報したかのよううに言うんですねこれ、ひどい話だと思うんですが、でこのメールはね、これ、業務でやってるわけですよ、でこのメールの中にはちゃんと文書の修正については、15時から文科大臣レクの予定ですって書いてあるんですね、大臣、この修正について、どういう説明を受けましたか、萩生田氏からのこう要請があった、指示があったというような趣旨の説明はそこではあったんですか。松野文科大臣 あの具体的にいつですね、これが私に説明があったかは、今、突然のご質問なんで、記憶しておりませんが、その資料を見たのが、私、今回の調査の中で初めて私、見たものでございますし、今、先生の方からご指摘があった、ですね副長官の指示があり等々の説明を受けたことはございません。小池晃君 あのこれね、結局やっぱりこういう経過を見るとですよ、萩生田さんの名前がなんで出てくるのかということなんですよ。だって国家戦略会議のね、特区の所管でも何でもないわけですよ。そういう人の名前がね、出てくるということは、これわざわざ官邸の萩生田副長官からとあるんですよ。総理、総理ね、やっぱりこういう経過を見れば、これはまさに総理、首相官邸の意向ということをね。 直接にその具体的な指示があったかどうかまでね、それは分からないです、私はね、やり取りの詳細知ってるわけではない、しかし、首相官邸からの移行ということが明確に示されているような、そういうメールのやり取りがある中で、これが行われた、これはどう考えたって、あの総理の移行、官邸の最高レベルという話も含めてね、やはり、これはやはり国民がこれはおかしいんではないかと、首相官邸の移行が働いたという経過ではないかと疑念を持っても、当然の。 これ、全体として見ればね、当然ではないですか安倍内閣総理大臣。まあこれはですね、えー、これについてはですね、あまあああの申し上げるのはです、ね、先ほど申し上げましたようにです、ね、重学部の新設はです、ね、長年できなか事前できなかった岩盤制改革であり、重視会などからです、ね、強い反対があり、認めるとしてもですね、 1個のみというまあ慎重論があったのは事実でございます。いずれにせよ、これ、岩盤地制でありますから、その中でのですねやり取りについては、相当のこれはいろんなやり取りがあるわけでございます。まあ、そこで,で、どういう、お互いにどういう印象を持ったかということもあるんでしょうけれども、そこで今、ポイントとなっておるですね、ポイントとなっておるところは、おそらくこの1個になっていくという過程においてどうだったかということなんだろうと、こう思うわけでありますが。 規制改革の趣旨からはです、ね、一向に絞ることは好ましくないことから、山本構造担当大臣の判断で、昨年11月の特区諮問会議で、広域的に獣医学部がない地域に限ることとしたわけでありますが、この段階では一向に限定したものではないわけでありますし、これは八田議員がおっしゃっておられるように、広域的といってもです、ね、これは広域的という中においては、 京都産業大学も残る可能性があるということを念頭に置いているという、いや、こ,これは聞いていただきたいと思います。その後ですね、その後、その後、広域的だけでは、限定として不十分と考える立場から、ですね1校に限定すべきとの重視化要望が出されましたこれを受けて、まずは突破口として1校を新設することを、 優先させることとし、関係大臣の合意を経て、今年1月の1項に限る制度改正になったというのが、これは経緯であります小池晃君。ね、また話が変わってきた、であの今日の内閣委員会、午前中の内閣委員会では、山本大臣は広域的に限るとしたのは、全国いろんなところでできてしまったら困ると、でやっぱり11回からの要請とも言ってたけどね、そういったこと言ってたわけですよ。でね 広域的に限るとなったら、関西にはあるわけだから、すでにね、だから京都産業大学は対象にならない、で、私、もう一つ示したいんですが、昨日文科省が発表した文書の中に、今後のスケジュールっていうのがあるわけですね。で、これ、5月2十日の決算委員会で私、示したものなんですが、文科大臣、この文書はいつ頃作られたものですか松野文部科学大臣。お答えをいたします。 ご指摘の文書に示されているスケジュールがですね平成28年10月からでありますから、同年9月から10月の初旬に作成されたものと考えております小池晃君。国家戦略特区会議で、52年ぶりの獣医学部新設が決まったのは11月9日なんですよ。ところが今、大臣が答弁あったように、この文書はおそらく9月の段階で文科省を作っていた。で文科省は平成30年4月開学。 で今治っいうことがもう前提となった形でね、スケジュール作られてるわけですよ。だから文科省としてはね、文科大臣ね、文科省としては、国家戦略特区会議の決定前から、獣医学部の新設は今治だという前提で検討を進めていたということですよ、ね、松野文科大臣、えー。お答えをいたします。 文部科学省としては、国家戦略特区における獣医学部新設につきまして、そのプロセスにおいて、検討が進んでいる区域が、その当時、今治市のみと承知をしておりました、そのため、今治市に関して一定のシミュレーションを行ったものでございます小池晃君。そんなことあります、その当時、ね、京都産業大学も獣医学部新設を希望していたというのは、明確な事実じゃないですか。 そのことを否定すするんですか京都産業大学はその時点で、獣医学部の新設を希望していなかったんですか、文科大臣、お答えくださまず野文科大臣。いや、山本担当大臣。山本京都産業大学はですね、提案書としてきちっと出してきたのは10月でありま小池晃君。京都産業そんなことないですよ。 それ以前から何度もワーキンググループでね、京都産業大学資料が出ているわけですね。で、実際に京都産業大学はそれ以前から希望しています。それは明確な事実ですよ。で、じゃあ、京都産業大学については、こういうスケジュールは作ったんですか、文科省としては。松野文科大臣えお答えをいたします。あの先ほど申し上げましたとおりですね、このスケジュールを作成時におきまして、文部科学省として、え、ー 検討が進んでいる区域というのが今治市であるという認識を持っておりましたので、今治市に関するものが上がっているということでございます。あの京都産業大学に関してですね、検討が進んでいるという認識が文部科学省になかったということでございます小池晃君。結局だから、家けありき、今治ありきでないって言ってたけど、今治ありきだったということになるんじゃないですか、これだったら。もうね、そうちょっと説明おかしいと思うけど、私は京都産業大学が、 かなり有力な候補として、詳細な提案も出して、この獣医学部の新設を希望していた、これは京都産業大学の関係者からもわれわれ聞いてるし、明確な事実だ。というところが、ところが、もう今治しか想定してなかったということ、はっきりお認めになったわけですよ。で、結局、今治ありき、掛けありきでこの議論が行われた、今治ありきじゃないというふうに言ったけれども、そうではなかったということじゃありませんか。ししかかもも今治市側が情報公開でで明らかにした資料でも 昨年8月の段階で今治市は内閣府とのメールのやり取りをしていて、平成30年4月開学というスケジュールを作っていたことも明らかになってるわけですね。で、内閣府はこれを今治市がさまざまなケースを想定して今治市の責任で記載したと、つまり稲葉市が勝手に作ったんだというようなことを言ってたけれども、内閣府だってちゃんと作ってるじゃないですか、しかも平成30年4月ってなってるじゃないですか。 平成30年4月というスケジュールも含めてやっていた掛けありき、今治ありきで、国家戦略特区会議の前から文科省は、平成30年4月開学という想定で、掛け学園ありきで検討していた、間違いないですね。松野文科大臣あの お答えをいたしますまずです、ね、この国家戦略特区の進め方に関しましては、政府全体としてスピード感を持って進めるようと、これはあの統一的な見解としてございました、その中にあって、スピード感を持ってということであって、最速のシミュレーションをいたしますと、その最速のシミュレーションが30年の4月ということでございますので、それに対応すべく準備をしたということでございます。 小池晃君でそれ以外のじゃあシミュレーションをやったんですか松野文科大臣あの。お答えいたします、あの先ほどの答弁と重なりますけれども、このスケジュールをです、ねまあ、シミュレーションとして作った時点において、京都産業大学を対応と認識しておりませんでしたので,です、ね、えあの具体的な検討課題として上がってきてなかったものですから、 まず今治についてですね、シミュレーションを作ったということでございます小池晃君結局、この経過を見ると、平成30年4月を改革を前提にしてね、逆算して最短のスケジュールを作成し、共有していただきたい、ね、内閣府に言われた、内閣府に言われたとおりのスケジュールを作ったとっいうことですよね、文科省としては、お答えいただきたい。松野文科大臣 あの国家戦略特区において、スピード感を持って進めるということになれば、その当時、最速の可能性があるのが平成30年4月だったということでございますので、当然、行政としては、可能性があるものに関して、シミュレーションを作って対応しているということでございます。小池晃君だから全全体ととしててて言ううまさににこの結論に向けて全部がが辻褄が合うんですよ今回出てきた文書は 全てねで今回の問題を総理は、総理ね、総理は岩盤規制なんだと、規制緩和だというふうに繰り返すわけだけども、この今回、文科省が明らかにした文書全体見ても、獣医学部新設そのものの是非っていうのは問題になってないんですよ。もう獣医学部は作るということを前提とした議論が、霞が関の中では行われているわけですよ、全部、この文科省の文書、そうですよ。で、文科省と、文科省と内閣府の間で議論してた焦点は、 平成30年4月に改革ができるのかどうかと、その一点が問題になっているわけですよ。で、その平成30年4月改革に向けて、ここに資格で囲んであるようないろんな課題がありますよということがあったわけですね。ですから、すべての文書が物語るのは、これは獣医学部を新設するのは今治市の加計学園だ。このことが、先ほどからあるように、もうそれしかないんだと認めたし、それがね、当然の前提だということになってきた。そそしてそれを揺るがぬ 揺るがぬものにしたのが、総理が議長が務める11月9日の国家戦略特区会議で、現在、広域的に大学等が存在しない地域に限り新設を認めるようになったと、これが結論づけたわけじゃないですか、この結果、事実上、今治市に加計学園だけにこれが認められなくなるという仕組みは作られたわけですね。だから総理ね、先ほどから何かあるとすぐに岩盤規制だ、岩盤規制だとおっしゃるけれども、私どもは、 あの規制緩和すべて OK ではないですよ、共産党もちろん、しかし問われているのは、規制緩和の是非ではないんですよ、家けに合わせた岩盤規制に穴を開けたというけど、家けに合わせた穴を開けたんではないかという国民の疑念にね、納得のいく説明が総理はできるんですか、総理、総理って総理に答え、山本担当大臣まず、まず担当大臣です。も<う>あののねまずその我々はさあの 諮問会議11月9日、諮問会議でやるときは、制度を変えるかどうかをまず決めるわけです。したがって、小池議員がおっしゃったように、この獣医学部を作るべきかどうかということについては、真剣な議論をやって、これはわれわれも文科省との間でやり、そしてえーワーキンググループの意識者会議もやったわけです。で、そのときに、決定的になるのは、先ほどから何度も申し上げておりますように、特区の基本方針というのは、 あまず改革をやろうということがスタートするわけでありまして、もしそれができないというんだったら、久世監督省庁が正当な理由を適切に述べなければいけない、でそういうやり方をやってる中で、えー、結局、前川さんは歪められたなんて言ってますけど、逆ですよあの、本当にそうだったら、そこで、えー、抵抗して、ですねあのその証拠を示さなきゃいけなかったんですよ、それをやらなかったわけでありまして、そういう意味では、私どもはその議論をきちっとやりました。 そして最終的に、合意的に限られるということは、重視回答の議論を踏まえて、私が最終的に決断して、そして11月9日の特殊詐会議の結論になったわけであります小池晃君。そこまで言うんだったら、前川さん呼びましょうよ。なんで承認官もやらないんですか、個人攻撃まがいのことまでしてね、とんでもないよ、大体ね。 国会の閉会直前になって、こんな短いね、予算委員会開いて、これで幕引きにしようなんて、とんでもない話だ、前川さん、なんで承認官問反対するんですか、これだけね、自分の部下をスパイおばわりするような大臣だ、それがね、前川さんをね、あれだけ攻撃するようなことをここで言うんだったら、じゃあ、自民党、公明党はなんで承認官問反対するんだ。総理ねねこの問題、ね 国会がお決めになることっていうね、もうそういう文句じゃ通用しないですよ、国民の大多数がこれはね、納得できないと言ってる、日経新聞のインターネットの世論調査では、政府の説明に納得できないという人は81%、前川前事務次官の説明に納得できる人は74%なんですよ、これが事実じゃないですか、総理ね、承認喚問、これは総理のイニシアチブで認めるべきだ、はっきり答えなさいよ。安倍内閣総理大臣 あの小,池小池委員は、私は何でもできるというふうにお考えかもしれませんが、それは全くないわけでございまして、これはあらゆることをですね政府においての意思決定において。 政府のにおける意思決定におきましても、まさにどこに決めるということについては、これは山本大臣がです、ね、責任を持って最終的には決められるわけでありまして、そして同時に私はです、ね、国家戦略特区諮問会議の議長ではありますが、そこで大きな指示を出します。しかし、具体的なことはです、ね、山本さんも何回も述べておられますように、責任を持ってお決めになったわけでございまして、また国会においてです、ね、どのような形で審議を進めているかは、これはまさにこれは委員の皆様が 決めていかれるわけでありますから、これはもう誇りを持ってですね決めていただきたいと、このように思います時間です、一言だけ、一言です共謀罪でも何でもね、どん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 勝手に自分で決めるくせにね、こういう問題、一切自分では決めようとしない、あまりにも無責任だ、承認喚問について、承認喚問について、国会で理事会で,で、理事会で検討、理事会ので決めていただきたい、閉会中の集中審議も決めていただきたい。 そのことを強く求めて私は質問を終わります以上で小池晃君の質疑は終了いたしました静粛に願います静粛に願います